徳田凱、12歳、スケートやってます。きっかけは5歳の時にスクールに行って、そこにいたお兄ちゃんたちがスケートボードをやっていてかっこよかったので始めました。スケートはすぐにのめり込んでいきました。まあサーフィンもやっているので波次第ですけど、週に5、6回くらいパークに行ってます。パークに行ったらいつも友達がいるからテンションも上がって楽しくスケートやってます。トリックはインスタとかで見てできるようになるまで練習してます。できるようになった瞬間が最高で、この楽しみがあるからまた頑張って挑戦しようと思います。トレーニングは MJSL のトレーニングで体幹を鍛えたり、怪我をしないように柔軟などをしています。背が伸びるとパワフルになるので、もっと背が伸びるようになりたいです。アメリカは前にスクールに習ってた早川さんに勧められて、すごく興味が湧いて小学4年生の時に一人で行ってみました。行ってみたら日本とは全然違う環境で、パークもたくさんあるし、スケーターにはとても良い環境でした。上手な人もたくさんいるので刺激はたくさん受けました。スケーターの友達もできたので、今は年に2回ぐらいアメリカに行っています。目標は本場のアメリカで世界から招待選手が集まって開催されるコンビクラシックという大きな大会で決勝に進むことです。国内でも去年はサウスケーターズというサーフィンとスケートが混ざった大会で優勝することができたので、今年は連覇を目指したいと思います。将来の夢はバンズパークシリーズに出ることと、2024年のオリンピックで優勝することです。